野良猫ってほんと迷惑なんだから。野良猫は迷惑。今度は不気味なやつが出てきただ。まったく猿みたいなやつだな。ほっと、あれ、うしゃー。ああ、ミキー。どうしたのミキー。じゃあ悪獣でも出たか。あれ。お前、こんなちっこいのが怖いわけ？小さくても大きくても私犬って大嫌いなの。きっと誰かに捨てられたんだね、その犬。かわいい尻尾。あなたの名前は尻尾にしようか。名前なんかつけて飼う気かよ。お腹が減って迷い込んできたんだな。ほっとくわけにはいかないだろう。ミキ、給食のおばさんからミルクもらってきてくれない？私が。ミキは飼育係じゃない。ね、お願い。おばさん、ありがとう。料理によって犬の世話なんて。ダメだ、外に捨ててきたまえ。なんでだよ、教頭先生。我が校では身元のわからん者は立ち入り禁止。人でも犬でも同じことだ。でも今放り出したらこの犬死んじゃいます。かわいそうですよ。なんであれ、規則に例外は認められん。そんな、あんまりです。教頭先生、その調子。何を賑やかに喋っとるのかな。校長先生。校長先生、この子捨て犬なんです。ここに置いてやってもいいよね。いいとも。誰か飼い主が見つかるまで置いといてやりなさい。やった、さすが校長先生。しかし校長。いいじゃないですか、生き物は大切にしなくてはね。いや、しっかり捕まえててよ、マリア。へえ、うまそうに舐めてるな。気に入ったみたいね。冗談じゃないわよ。よっと、こりゃ相当重症の犬嫌いだね。まあまあ、そう興奮するがだ。さあ、これでお前も仲間だ。しっぽ。さっきはごめんね、食事持ってきたから食べて。尻尾があんなに懐いてるんだもん。もう少し優しくしてあげたら。そんなこと言われたって。
あたし小さい時大きな犬に追いかけられたことがあるのよ。それ以来、あたし犬のことを考えただけでゾッとしちゃうの。でも尻尾はそんな乱暴な犬じゃないわよ。それはわかってるけど。この調子で動物どもに地球人を襲わせるんだ。こら、マキキ。昨日突然動物たちが暴れ出し、飼い主や町の人たちに襲いかかるという事件が続発しました。絶対ただごとじゃないぜ。臭いですね。若獣の匂いがプンプンします。防衛組の諸君、校長の矢沢じゃ。そら来た。日の森町に若獣が出現した。直ちに出動してくれ。みんな揃ってる？ミキがまだ来てないわ。で動物たちを操ってるんだわ。早く教室に行かなきゃ。ミキちゃんは私と篠田先生で探します。お前たちは先に出動してろ。頼んだぜ先生。地球防衛組出動。使うとは考えたな。やつら今度ばかりは手も足も出ないようですな。今が勝負時だな。いでよ邪悪サダン。たまらずで動けなければただの的に過ぎ。ジャーククリスタルビーム。
し合体だ。待ってジン、ミキがまだなの。それに今合体したら動物たちを踏み潰しちゃう。じゃあどうすればいいんだ。爆竜を発生させてくれ。このままじゃ持たない。ミキ早く来て。誰か助けて。やだ、どうか言って。誰か助けて。苦しむがいい。このままじゃやられちゃう。どうすりゃいいのよ。ああ、ミキ早く来て。ミキよ、ミキが来たのよ。早く迎えに行こう。ミキ遅れてごめん。先生、尻尾お願い。ええ、行くわよマリア。どうするジン。どうするって言われたって。リンク聞いて。犬や猫はジャーク獣に操られてるだけなの。動物たちに乱暴しないで。マリア、爆竜を発進させて。了解。ミキったら迫力。爆竜を発進スタンバイ。爆竜を無敵変形。同じことだ。やれ、ノラネゴン。これじゃ、爆竜王が言っても攻撃できないじゃない。あ、ヒゲだわ。ジャーク獣のヒゲを切り落とすのよ。動物たちはあのヒゲに操られているの。え？爆竜カッターを使いましょう。トリガーはミキさんの机です。了解。ミキ、お願い。これ以上犬や猫を戦いの道具にさせるもんですか。爆竜カッター発射。
くぞファルデム。ジャッパー勝者。覚えていろ。しっぽ、元気になったのね。よかった。あいつらいつの間に仲良くなったんだ。しっぽの気持ちがミキちゃんに通じたってことね。仲良きことは美しきかな。結構結構。おい、俺たちだってお前の恩人なんだから、ちっとは感謝しろよな。イエーサー。こうして、しっぽはミキの家で飼われることになったんだ。次は、タイフーンで、やっつけに行くだ。するんだよ。え、金塊を見つける？
お小遣い2万年分の金だって。こりゃついていくっきゃない。いやーすごい風、弱獣の仕業か。これじゃ金塊探しどころじゃないよ。次回絶対無敵雷神を特ダネは